あ行きましょう。先攻が MC 松丸、後攻がファッキューレディオね。8小節3本勝負、間違えることなくよろしくお願いします。 DJ はマービー。オールフェイファイ、承認欲求の塊、頼むで岸和田声上げてくれて、俺が負けたらやっぱり岸和田、恥かかすのは忍びないって話さ、勝手に背負ってる地元か死ねが同じようなもん。 Yeah, ユーマルピーピーと岸和田栄光終わる、マジで吹かす旋風、間違いないね。俺もそう、地元は藤沢シーティー、 IKB 弾道キャンプのトップラックリスト、兄弟分だからここ姉妹都市、今日どういうとこだって。俺もそう、藤沢 FAP ショってバッチリこの場に来てる、大阪神奈川語り合おう。Yeah, 藤沢しょってるくせにいきなり IKB はおかしいって話。 Yeah, 誰も知らんけど吉野くん RIP、 誰も知らない先輩、マジで怖いよ。パチンコ打ってるいきなり頭どつかれる、玉パクられるけど玉は切れないってこと。 Yeah, まあ藤沢ついに、それ以外にもそう IKB 感動すきゃいすにバーサス丸は俺にとってレジェンド伝説のバトル、だから俺は姉妹都市 FMP なくなった最後のライブはいい次、だから俺はこうやってそういう地元の浴びてる話、どこで遊ぶか関係ないけど岸和で遊んだ俺一番でしょ、そう言いたいから、そう言いたいからマイクで名を上げるのさ、お前もひげしねえ、俺も誇張もしねえがやりてえだけ、意味がわかるでしょ、どこの地元より岸和田一番、ああ岸和田一番、ああそうですか、俺逆に FAP 藤沢ついにバッチリしょってめた話、俺の地元オーボンダムシックが最高、みんなそういう気持ちでやってる、あくまでもそういうとこ、そうだぜ、ブラックリストは俺たちの海も黒いようだ、わら。さあどちらが強かったのか大きな声と挙手で判定お願いします。先攻松丸がヤバかったと思う人、後攻ファッキューレディオがヤバかったと思う人、先攻松丸の勝利です。ファッキューレディオにも大きな拍手。